さあ始まりましたジョックロックプレス。ジョックロックの福本優勝です。裕次郎です。ぐるぐるライブ in 和歌山。はい、はい、というわけで、そのぐるぐるライブという、うん、まあ近畿なんかな、なんかその全国というか、まあ、この辺を、うん、の地域をぐるぐる回るライブ、はい、まあ、滋賀とか、うん、名古屋とか、うん、広島とかでもやってたかな、うん、それの和歌山バージョンに呼んでいただきまして、はい、いただきまして、昨日、おとといか土曜日か、うん、そう、はい、はい、行ってきまして、どうでした？いや、もうまあ結構初めてか、こういう外のホールで、まあ、名古屋がありましたけど、まあちょっと、まあそうか、ホールみたいなとこやったじゃないですか、和歌山の。うーん、まあ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 、まあ、ああいう会場は、いや、まあでも名古屋と相当似てたけどな。あ、そうか、うん、いや、まあ楽しかったですね、うん、まあ、意外と近かったですね。1時間ぐらい、うん、特急に乗って1時間で、はい、で、そうですね、うん、楽屋で、うん、弁当ちょろっと食べて、はい、もう弁当食ってんけど弁当食ったん出番終わってからやったよな。そっか、うん、え、電車で行って着いて、電車でタクシーか行って、まあ普通のなんか新幹線みたいな感じじゃなくて、うん、その在来線みたいな感じで一部指定席みたいな、うん、に乗って行ったんですけど、で普通のこの向かい合わせの席の車両で座ってて、うん、で行ってて、まあ普通にまあこうやって景色とか見て、うん、でどんどん人が減っていって、あ、そして途中で気づいたんですけど、はい、斜め前にハイツ友の会の西野が座ってたんですよ。 うわ座ってると思って、うん、でなんか寝てて、うこうやってなんか、うで、うわと思って、うわうわ寝てると思って寝るやろ。でこれなんかもし、うん、これなんか目覚めて、はい、目とかあったらなんか多分喋ったりせなあかんよなみたいな。でもなんか今はなんかちょっと そんなに交流あるわけでもないし、はいはいはい、ちょっと気まずいなみたいな、でなんかあんま見えへん感じで、その窓の外とか見て、うん、で駅着いて、うん、で着いたらさすがに起きるから、はい、でそうなったらなんかまたおわみたいな、なんかその、はい、あったらまあそのなんか喋ったりせなあかんから、うん、さっき俺がこう荷物取ってこう窓にこうこっち開けてこう待って俺がすぐ出るっていうのをすごい高校時代思い出しましたね。うわー、あの白濃い感じの演技というか、あるような、そのなんか電車でさ、いや気まずいから、そんなに仲良くない同級生とかがおって、でもこれなんかあったら喋らなあかんよなみたいな、しかも女子ではい、はい、女子であんま喋ったことない女子がおってちょっと気まじいみたいな、すごい懐かしかったです。いや、もうそこは先輩がもう普通に、え、おいすおいすおいす、いや向こうもさ絶対喋りたくないもん、そんな、だってだってその途中でさ、まあ、途中はしんどい、途中でやったら喋らなあかんや、やっぱもう下車するときはええじゃないですか。下車するときもだってさ、降りてからの動線も分かってないやん、うん、いや、そすぐみんなとなんか会うとかやったらまあまあまああれやけど、なんか万が一な、万が一ちょっとなんか全然誰も俺らの車両の近くに誰もおらんくて、なんか2人でこれってどこやろうなみたいな。いや、そこが一番話しやすいところではあるけどな。まあ実際はな、うん、まあ普通めちゃくちゃ人見知りなんですね、うん、まあ僕もその分かるんですよ、その気持ち。あるやろ、それなんか電車のさ、はいはい、感じ、電車以外帰り道、学校からの帰り道とかで、うわ一緒やんけこれ、そうそうそう、なんか帰る方向一緒やなみたいな、うん、こっから 何十分一緒におるんかとかもあるけど、うん、そう下車するときはもうオイスでいいと思うんですけどね。まあこれでその 時系列前後というかしますけど、はい、さも結局帰りに、うん、まあ、同じ電車に俺と裕次郎と九条城が3人で帰るみたいな、はいはい、
やった時、この3人でこの電車、うん、あもう5分後に出るとかだった時ピッてやったら、うんまあ、別に同じ電車に乗ることはできるけど、はい、おしたーっつって同じ電車やけど、うん、全然違う方の車両に行ったもんな、苦情は。いや行くやろそりゃ。そういうことやね。まあまあまあそうですね、確かに気まずいから、うん、こっからずっと一緒や、この3人で同じ電車乗って、うんはい、いや今日なーみたいな喋るのが気まずいから俺も九条と10年ぶりぐらい喋ったし、それでなんかずっと帰りの電車1時間喋るのしんどいやん。まあそれはそうっす。それよ。まあそうか。まあでもその、そ結構、まあ、その最後の下車ぐらいは別にほんまに 2,3 分じゃないですか、あっても。うん、全然そこは俺できるけどな。やらないんですか、そこも。言いやすく、でも最悪、うん、おはようございますって言われたら、ああうすうすってあるけど、俺はもうあいつ背中を向けてそれ気まずいな。まあまあそんな始まりとか、すごいロケットスタートを切りまして、それはもう治らないですか。ちょっと難しい。まあまあ僕もね努力はしてるんですけど、人見知りってやっぱなかなか治らないですかね。人見知りというかね、だからもう、まあ、だいぶ治った方ですよ。あもっとひどかった。うん、でも今やったら、はい、そうなったら別に多分喋れるけど、うん、昔やったらそうなっても多分一言も喋らんみたいな男やったと思いますけど。いやまあ分かるっすけどね、僕もそういう人見知りかなりあった方なんで、うん、はい。いやまあでも、まあでもね、今宮恵比寿ではベビーカステラをあげに行ったりはしてるわけですから、全然あげんでいいところを買いに行って、うん、でも楽屋で、うん、サインプレゼント、ああそう、最後に全員がサインした色紙をお客さんにプレゼントするみたいな企画がありまして、うん、でみんなこれ書いてって言われて、うん、書いてる時とかも普通に、うん、ハイツさんとかも喋ってたじゃないですか、うん、お前がおったからな。あ俺おらんかったらお前がおらんかったら喋ってないよ。なんでやねん意味わからんけどな広がる可能性があるから、僕がおったら広がる可能性、まあなんかお前がおったらさ気まずくはなれへんやん。あそう、何やったら、うん、お前気づいてないかもしらんけど、はい、お前を介してとかハイツ、いやこれハイツこれなんとかやんとか言ってるだけで喋ってるのはお前に向かってやからだからサインしてて、うん、俺らのサインってその自分の名前だけなんですよ、うん、裕次郎とか福本優勝みたいな、はい、で先輩方がもうさっきサインしてて、そこにはなんかその隣人橋本みたいな、そのなんかサインにコンビ名が組み込まれてる人が結構多くて、うん、あこんなんした方がええんかなみたいな2人で言ってたら、うん、ハイツが来てサインかけ出して、なんか個人名だけ書いてたから、なんか個人名だけ書いてるみたいな、 でも僕結構これ分かりますよとか言って、これほら清水ってこれでしょ、西野ってこれ書いてるじゃないですかとか言って、まあ、言うから、いやいやこれお前今ハイツが目の前で書いてたから分かるだけやろとか言って、お前に対して突っ込んでただけでハイツとは別に実は会話してないで、このなんか叙述トリックというかまあでも本当はみんなとこう喋りたいですよね。全然でも喋ってるけど普通に、まあまあやから一回喋ったら喋ってるよ。いやでも俺も憧れるんですよ、結構受け身タイプやから、うん、自分からやっぱ行くと、うんうん、責任取らないといけないじゃないですか。それうわ分かるわ、その責任っていう言葉、そうそう責任があるやん、さ会話の終わりの責任、自分から喋ってるから、そう落とさないといけないっていう、どっかで。だから俺誰か飯誘うとかも嫌やねん、なんか誘ったらなんか自分が楽しませなあかんやん、なんかね、まあそれがあるんすよ。いや分かるけど、まあでも逆にまあそうか、誘われて、うん、誘われたのにその人が全然喋らんかったら、なんで誘われたんやろうとか思うか、うん、俺は別に思わんねんけど、なんか思うかなと思ってまいるな、自分が誘ったら。私自分は思うから、はい、自分はやらなあかんと思ってやるから、うん、それやんのは
面倒いなっていうのがちょっとあるわな。一個乗っかるんだね。うん、いやーなんか和歌山の話と思いきやこう思わぬコミュニケーションの話になってるんですけど、なかなかねむずいっすよあれ。かなり俺も研究して、はい、だいぶ克服していってる方ではあるんですけど、本当にひどかったですから昔は。そうだからね、喋りかけられたらまあ嬉しいんで、だから自分も喋りかけなあかんなって、まあ最近はやってる方ですけどね、後輩とかに。まあこれは芸人に限らずもう全人類に言える話やと思います、うん、ああそんなに。いやみんな話しかけられたら嬉しいですからね。まあまあね、終わりがどうとか別に、うん、俺もちょっと楽屋とか最近思ってて、うん、どう？楽屋ってやっぱ楽しい、うん、屋内っていうかまあ奥と書いて楽しい屋と書いて楽屋じゃないですか屋内の奥で、はい、楽屋と書いて楽屋で、それこそ昔の芸人さんとかもよう言う、その楽屋でネタを作るというか、うん、楽屋のりでな、喋ってエピソード作るみたいな、うん、やっぱ必要やなと、うん、じゃないともうやっぱりエピソード作る場所がほんまにもう滅多になくなるじゃないですか。確かに昨日とか、うん、それこそ珍しく満劇の寄せ終わった後にちょっと2人でネタ考えてたというか、うん、まあ、俺が考えてお前がなんか横で持ってみたいな時とか、うん、遠くの方でなんかもうリズムネタみたいな声とか聞こえてたもんえ、ネタできてんすよこれ。そうなんか 本意気の声がめっちゃ聞こえてくる、ああそのなんかとても裏とは思われへん声が飛び交ってた。そうユリアンとか持ったから、チンチンがどうたらこうたらみたいな、あああれか、翔、うん、さんと、そうそうそう、その2人とかもうまさにそうやし、風船とかもそうやんな。もう大事ですよね非常に。もう携帯をね楽屋で一人で見てても、うん、ダメですよね。まあそのネタ考えるとかは別に別として、うん、ツイッターとか見るんやったらもうなんか無理やりにでも、まあ、絡む、うん、で責任もじゃあもう素直に言ったらいいかもしれないですね。え？ねえもうこう一通りこう会話終わってなあそう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 、じゃあ俺これでありがとうございました。いや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 気まずいわ。いや終わり方下手やなでいいじゃないですか。突っ込んでくれるじゃないですか絶対。いやそんななんかそんぐらいでいいんですか。そんぐらいでええんか。しかもやっぱそういうな自然発生の会話ってどこで終わるか分かれへんやん。結構最後気まずくなってる感じを見ますよね、でも楽屋でも。そうやから昨日とか、まあまあまあ、そう どこで昨日その時計が喋りかけてくれる、結構時計は喋ってくれるから、はいはい、で俺がなんかこう座ってて、俺がこう座ってて時計がこの辺立って、ちょっとこれ表現できん、こう立って俺が座ってて、お前座ってて、ちょっと画角が狭いから、ね、コースさんなんかなんとかっすよねとか言って、ああとか言って、まあこれなんかコースさんそろそろ行こうかなみたいな。いやちゃう、歩いて、こう歩いてて、こう歩きながらちゃうとか言って、まあ、ここに映らんけど、こうやってなんかいやそうっすよね、うん、せやねで、ゆっくり離れてった。ここ、はい、ここの位置までかなり来たから、はい、まあ、後ろとか分かるか、はい、この辺、はい、ぐらいまでこうっすよねーとか言って、うんうん、今来たからちょっとこうみたいな感じで俺もちょっと携帯をこう終わったかなと思ったら、でもあれっすよねー、まだだまだだ今の振り子がすごかったもうなんかこう俺の方見えずこう、あもう行ったんかなー、この前まだだとかもあるね。これはほんまにあります。みんな気まずいのかな、俺すごい苦手やね。だからなんかよう言うやん、共感性周知みたいな、なんか恥ずかしくなるとかが昔からあれやから、やっぱそのテレビとかでもなんか素人が出てきてなんか変なことするみたいなやつ俺昔から見られへん。あやっぱ素人が出てくる番組で基本あんまこれもチャンネル変えてまうんだよな。じゃあ探偵ナイトスクープとかもうちょっと嫌。いやめっちゃおもろいねんけど、
まあね、ついてたら見て、で見たらおもろいんだけど、ちょっと見るときにうってなった。いやまあ分かります、人がもうマジで緊張してそうしてるところとか、ちょっとこうよう見てられへん。そうだからガチンコファイトクラブとかブレイキングダウンとか、あんなのよう見やんねんな俺。まあ、あれはまあしっかり振り切ってるからいいけど、ほんまに緊張してる人とかが無理してたらちょっと、うん、空回りしてるとこみたいなんとかを、はい、見てられへんけど。いやこれありますよ本当に、そうあるか問題、うん、ありますよね。これをだからもう僕もそこを意識して、うん、ありがとうございました、で終わろうかな。ああこんな会話にありがとうございましたとかないねんっていうやつ、うん、あ一段落しましたね、ありがとうございました。まあ確かにな、うん、終わらすなお前みたいな。ちょっと一回普通に楽屋の感じで喋りかけてみてください。ほら、うん、SSS。 おはようございます。おはようございます。お前ネタ見たのかお前。ああ、マジっすか。ああ、ありがとうございます。結構、まあ、ええわ。ああ、よかったな。嬉しい。M1 とかなんか結構。はい、うん、あ、マジっすか。行きますかね。うん、嬉しい、うん。え、どこで見てくれたんですか。この前なんか、はい、あれ、袖でなんか見てて。あー、うん、あー、袖、うん。ああ、ありがたいっすね。うん、ええわな。ありがとうございました。え？怒った。怒った、なんか酔われたでしょ今。いや、怒ってるかと思った俺が、うん、なんかそんなの言われたくないっすよ。しかもちょっとコミカルさがなかった。ありがとうございました。なんかほんまに今のほんまトゲか。ああ、そうっすねとか、なんかそう振ってありがとうございましたとか。今のでは、あとはほんまに、うん、ほんまに気まずかった、嫌われる。怖かった。あ、じゃあ一回俺が先輩やるんで。お、後輩の方がいいですか。まあ確かに後輩の方が多いわな、俺は喋りかけられる。おはようございます。おはようございます。あ、コンさん。お、今度、お、なんか、ユニットラインとか、お、誘って。でもいいですか。あ、マジで、はい、いや全然出してるやん、それ。ちょっとまだその案とかはないんですけど、ジョクロックさん誘いたいな。マジで、はい、あ、ありがとう。いいですか。うわ、ぜひ、よろしくお願いします。うう、ありがとうございます。全然全然、はい、で、ウーバーとかやってるんですよね。あ、ウーバー、まあ、たまにやってるな。いや、たまに見るんで。あ、はい、結構見られんね、俺、はい、いや、僕もね、たまにウーバーやるんで。いや、またですね。しんどいっすか。まあ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 、せやな、結構まあしんどい時をまあある。お疲れ様でした。何が急に怖い、怖い、怖い。どうでした、急すぎて。急すぎて、何何何ってなるか。逆にやっからそこまでの間生まれへんもんな。ほんまに言うほどの。そうっすね。これ無理か。これむずいね、逆に。でも自分から喋りかけた時は使えるかも。そうか。一回やってみますよ。じゃあ、まあ、先輩でいいか。おはようございます。おはようございます。いやちょっとお、なんか絡みたいなと思ってましたそれお前、はい、絡みたいって絡むやつおらんやろお前。絡んでいいですか。何をやろ、やめろお前、やめろお前。はい、すいません、会話ありがとうございました。ええ、はい、いやいや、そんな怖い。なんやねんそれで。あ、これでいいかもな。なんかよかった、はい、もうただただ別にないけど、うん、あ、絡みたかったんやって思うじゃないですか。思うかな。思わん。変なやつ来たなと思うけどな。でもかかりまくってる変なやつが来たなと思った。いやいや、でもちょっと嬉しいわけですよ、先輩からしたら。もう嬉しいっすもん、後輩がこんなんしてきたら。なんやお前、かいやつやで。
結構むずかったな、そのなんか、なんて表したらいいか、今のお前を。あ、そうっすか。その、でそれだけ可愛いとかでもないし、なんか、確かに今のはちょっと下手でしたけど、もうちょっと上手くやれば。だからまあ、でもほんまにだから気まずくなった時じゃない。ほんまになんか、そういうこと。動いた時に、では、失礼しますとか言って帰る。あ、そうっすね、両方ちょっと気まずい時、ほんまに気まずい時じゃない、成立せえへん、そういうことボケの意味が。確かに、マジで、ほんまやったらこうなんかどっちかが何も言わずさ、離れる時あるよみたいな時に、ほんまにこうなんか、あー、せやな、いいねーな、はい、ありがとうございました。まあ、お前がやるんや。いや、俺もやる。どっちがやるのかなと思って。俺も一歩引いたの。俺かなと思って。まあまあまあ。まあまあ、まあ、やってますけど、なんか。蚊にめちゃくちゃ刺された。今年全く刺されんかったけど、今日一日だけで。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。